こんにちは。渋谷でスタイリストをしている内山ひかると申します。今回は私の前髪を実際に使って簡単に毎日できる3つの前髪のセットをご紹介していきます。それでは早速やっていきましょう。ではまずはシースルーバングからやっていきます。私起きたての状態結構ペタッとなってるんですけど、ここから前髪があるのでそれをきれいに下ろしていきたいと思います。お水を手につけて根元をこするような感じで濡らしていきます。髪の毛っていうよりかはこの根元を濡らしてあげるのがポイントなので、ぜひそこもチェックしながらやってみてください。根元が濡れたらこういった粗めの櫛で溶かしてあげてください。私の根元って結構こっちに倒れてるんですけど、これをしっかり根元を一度鏡で見てあげるとより直し方をすぐマスターできるので、これもおすすめです。風量は極力小さい風量の方がおすすめです。前髪の直し方は私の場合、先ほど毛流れが右に倒れてるとお伝えしたので、それを反対の左に持っていくような形で乾かしてあげるとまっすぐ綺麗に降りてくるので、これも重要なポイントです。まずは反対側に乾かしてあげて、また反対に擦るように乾かしてあげると綺麗に回りますので、それもやってみてください。では実際にアイロンを通しながらご説明していきます。前髪は3つに分けるようなイメージで通してあげてください。まず真ん中を分け取ってあげて、これを上に持ち上げてあげます。できるだけ根元から挟んであげて、上に上げるような感じで通していきます。結構丸みをつけようっていう意識を強く持たれてる方が多いんですけど、ストレートアイロンは通してあげる、髪の毛を滑らせてあげるというイメージの方が上手に使えるので、できるだけシースルーバングの場合は根元から大きく円を描くような感じで通してあげてください。次この横の部分ですね、この部分を通してあげます。でこっちの横も同じように挟んで、ちょっと外に流すような感じ。途中で動きを止めたりしてしまうと髪の毛が折れてしまうので、ストレートアイロンは挟んだらそのままスッと通してあげてください。真ん中、右、左で通してあげると綺麗に前髪を作ることができるので、このような感じでアイロンを通してあげてください。ハの字前髪の乾かし方は黒目の上あたりのこうポイントで熱を当ててあげることが重要です。センター分けのハの字前髪をやるときに真ん中に風を当ててる方が多いと思うんですけど、ここにあまり風を当てすぎてしまうとうまく立ち上がらなかったり、しっかりこの黒目の上あたりを当ててあげると上手にセットができます。で、乾かし方の土台ができたら前髪にストレートアイロンを通していきます。このように外に流すようにアイロンを使ってあげるとより綺麗なハの字になるので、通し方もぜひやってみていただけると嬉しいです。前髪をかき上げたい場合はこちらの黒目の上、特に下ろしたい側の黒目の上に風を当ててあげると、ここに空気の空間を作ってあげて下ろしてあげるとより女性らしい毛流れを演出できるので、そこが一番のポイントです。ベースができたらカールアイロンを使っていきます。温度は160度くらいがおすすめです。挟む側を鏡側に持ってきてあげて縦に巻くというよりかは
45度くらいに倒して、ゆーっと通してあげます。縦で通すよりも斜めにこのアイロンの頭を倒してあげるようなイメージで通してあげると、よりこの毛流れが綺麗にセットできます。いかがだったでしょうか。前髪でこんなに印象が変わります。ポイントを押さえるだけで前髪ってこんなに簡単にセットできるので、ぜひ試してみていただけたら嬉しいです。ということで今回はスタイリストの内山ひかるがヘアセットの方法をご紹介しました。私のインスタのアカウントをこちらに載せさせていただいてますので、フォローしていただけると嬉しいです。このキヌージョチャンネルでもヘアケアやヘアアレンジ方法、髪のハウツー動画をたくさんご紹介しているので、ぜひご参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。